失望したぞ。最後に見せてやろう真の強さというものを。あのユニットは切り札を温存していたんだ。見たものを敗北へ突き落とす恐怖と絶望の象徴が今我々の目の前に。神崎支部長があのユニットにストライドしたターン、生き延びられた者は一人もいないっていう伝説のもう勝ったも同然だ。ユナさん支部万歳。神崎支部長に栄光あれ。栄光あれ、栄光あれ、栄光あれ。クロノさん、せっかくここまで持ちこたえたのに、やっぱり神崎支部長にかなう人なんて。弱者が絶対的な強者の前に立つ愚かしさ、惨めさ、醜さ、その身をもって思い知るがいい。クロネットソードドラゴンのストライドスキル、黒翼のソードブレイカーをスペリオルコール、屈強の騎士グロンのスキル、グレード1以下のリアガードがコールされた時パワープラス3000、さらにグロムをコール、オーラガイザーダムドのスキル、リアガードの3体を生贄に。山札から2枚めくり、グレード1以下のカード1枚につき相手リアガードを1体退却。手札を補強しつつ退却。オーラガイザードラゴンと違ってこいつは盤面に直接干渉するのか。弱き者に存在する価値はない。蹴散らせ。さらにクリティカルプラス1コール、スキルによりさらにパワーアップ。強い。ただ相手リアガードを退却させただけじゃない。空いた盤面を元通りに埋め、前列のリアガードをパワーアップ。しかもアタック時にはブーストされてパワーはさらに跳ね上がる。ブーストされればリアガードのパワーはどちらも2万以上、ヴァンガードは3万超えのクリティカル2、おまけにトリプルドライブが来る。これでトリガーまで乗ったら勝てるわけない。やっぱりこれぞまさしく強さの極み、伝説のユニット勝利への進撃。オーラガイザーダムドでヴァンガードにアタック。撃破行滅破。完全ガード。しまいだ。やったな、クロノ。マジかよ。あの伝説のユニットの攻撃を防ぐなんて。ったく、もうダメかと思ったぜ。ほんと面白い。これだから楽しいんだ、ヴァンガードってやつは。笑ってる。絶望的な状況でどうして、どうしてあんなに楽しそうなんだ、クロノさんは。我がターン、未だしまいにあらず。トリプルドライブ
テールトリガー。パワーは左前列のグロムへ。ダメージ1回復。クリティカルトリガー、左前列のグロムにパワーとクリティカル。クリティカルトリガー、右前列のグロムにパワーとクリティカル。トリプルトリガー。さすがは神崎支部長、まさに神のごとき引き。ダメージ回復、リアガードのパワーとクリティカルが。クロノのダメージは5。残りの攻撃どちらか一方でも通ればそれで終わりか。さあ来い、アタック、ガード。おい、嘘だろ。ディマイズとの3連戦といい、本当なんなんだあのトライスリーってやつらは。心などという弱き者にすがる弱者に明日はない。弱者が何をしようと未来は変えられぬ。奇跡は起こらぬ。弱さは罪。いい加減しつけんだよ。アルリムで完全ガード。しのぎ切った。よっしゃおい、この勝負どうなるか分からなくなってきたぞ。ああ、次のターンであのぐるぐる頭がどう出るか。なあ、ヒョウファイトめちゃくちゃすごくねえか。どれも目が離せない。イビクさんが絶対見ろって言うわけだぜ。なんか会場の雰囲気変わってません？みんな夢中でファイト。進藤君のこと見てる。あいつのファイトはなんか人の心を動かすのよね。ああ、周りまで巻き込む強いイメージ力、それが進藤クロノだ。俺は確かにあんたより弱いかもしんねえけどな、諦めるわけにはいかねえんだ。そうだ、僕は一人が嫌で。弱い自分を見ないようにしていただけだ。そんなので強くなれるはずないじゃないか。僕が欲しかった本当の強さは。ディマイズ、ああ、なんで敵の応援してんだ。見せてください、クロノさんのハンガード。お前、行けクロノ、ぶっ飛ばせ。俺も今すぐファイトして。ハンガード最高。やっちまえ、クロノ。ハートに来たすげえぞ、キアクロニクル。さっさと片付けちゃってください、神崎支部長。こんなハートに来るファイト、目の前で立て続けに見せられちゃうね。こいつらだってヴァンガードファイターなんだ。熱くならない方がおかしいぜ。
くだろう。あんたは何も感じないのか。こんなに楽しいのに、みんなで一緒に熱くなれんのに。そんなものに何の価値もない。あるさ、うん、心は人を強くする。見せてやるよ、俺のヴァンガードで。のスキル、相手リアガードが山札に置かれた時、パワープラス3000、前列へ移動、アタック。よし、これでインターセプトは潰した。クロノドラゴンネクステージでヴァンガードにアタック。時空を切り裂き、運命の彼方へ消し飛ばせ。超電撃か。完全ガード、防がれた。弱者がどうあがこうと未来は変わらぬわ。そりゃ防いでくれるよな。ん？けど俺の攻撃はまだ終わっちゃいないぜ。トリプルドライブゲット、ドロートリガー、パワーはスチームスからジジへ。まさかクロノさん。さっきのアタック、クロノはブーストをかけていない。ああ、神崎に防がれることを見越して残しておいたんだ。ネクステージのスキル発動、ハーツのクロノジェットドラゴンをもう一度ヴァンガードに。ジジでブースト、パワープラス10000。だが次のターン、クロノには何もできない。これが本当の最後の攻撃。クロノさん、行け。あんたに託した。僕らの力を見せてやれ。やっちゃえ。負けんな。ヒーロークロノ、心は人を弱くする、無駄なことを。弱者の思いを背負って立つか。無能の衆のイメージなどいくら束ねても我は倒せぬ。感じるぜ、ここにいるみんなのイメージが俺を勝利へと導く。クロノジェットでヴァンガードにアタック。ジェネレーションブレイク、パワープラス5000、グレード1以上でガードできない。ならばグレード0で防ぐまで。ツインドライブ1枚目。俺は絶対掴む、奇跡を起こす。クリティカルトリガー、効果は全てクロノジェットへ。みんなが俺に力をくれた。見ろ、これが俺たちのヴァンガードだ。
同じだ。あの日、あの人と同じ奇跡の超越。この支部を、我が人生をかけて得られなかった一瞬が。そうか、そういうことか。神道クロノ。何だったの今のは。ギアスの故障。それよりファイトは。ダメージ6。勝者神道クロノス選手。クロノが勝った。俺の負けだ。弱さは罪、塵は塵に帰るのが道理。今この時をもってユナイテッドサンクチュアリ支部長の職を辞する。どういうことだよ。今泉、神崎支部長まで俺たちを捨てた。ずっと支部長の言葉を信じてついてきたのに、どうすれば。俺たちがこれまでやってきたことは何だったんだ。おい、お前ら。いいと思った。誰だ。目が覚めたか、ようやく。奇跡に値せぬのは俺自身であったか。ならば磨くまで。そして必ずやあの奇跡を我が手に。はあ、ユナさん支部のみんなどうなっちゃうのかな。大丈夫、兄さんたちも動いてくれるし。なんたってクロノのファイトがみんなのハートを震わせたしね。これが目的だったのか。何がですか。伊吹のヤツが今回のファイトを見ろってユナさん支部の連中に強制してたのは、みんなの目を覚まさせるためだったんじゃねえかなって、クロノさん。太陽。ありがとな。お前の応援にすげえ励まされた。感謝してるぜ。クロノさん、僕は、もう一度クロノさんとファイトが、ヴァンガードがしたいんです。やだね。一回だけでいいのか。俺はお前ともっともっとファイトしてよ。そうだろ。ほら。
はい。おいおい、俺たちも混ぜろよ。私も。僕も。おい、クロノ。私も。ファイトだ。僕も。僕も。俺も。今負けない。仲間ができたーん。どうも。ちゃんと優しく抱き込んでよ。いらっしゃい。久しぶりですね。伝言を預かってきました。うん。神道ライブから。